泉橋は東京都千代田区を流れる神田川に架か,かる昭和通りの橋である。左岸は神田佐久間町一丁目及び神田佐久間橋、右岸は神田岩本町及び岩本町三丁目となる。泉橋の雨、元橋の北側に伊勢国津藩藩主の東道泉守の屋敷があったことからこの名がついた。寛永年間の江戸図には、泉との橋の名で記されている。 現在の昭和通りにあたる道は当時は狭く、泉橋通りの名で呼ばれていた。現在でも通りを北に200メートルほど行ったところに、神田泉町の地名が残る。橋はたびたび火災で消失し、1892年には、鉄橋に架け替えられた。現在の橋は、震災復興院が建設した、長さ35.8メートル、幅44.0メートル。 島町32.94メートルの上地式にひんじ、構成アーチ橋で、橋町より長い福音を持つ。下流側のビクラ橋と同様のデザインで、側面は青色に塗装されている。この橋の南詰には、帰省福トン野街発祥の地という掲示板が存在している。西から東へ流れる神田川と南北に通る上下各三車線の昭和通りが交差し、 車両交通量は多い。昭和通り上部には首都高速1号上野線の高架橋、地下には東京メトロ日比谷線が通る。左岸の昭和通りの両側には日比谷線の秋葉原駅の出口があり、南側の靖国通りの地下を通る都営地下鉄新宿線岩本町駅との乗り換え客の通行も見られる。佐賀上流側の田元には 塩田区が管理する泉橋防災船着き場が2005年に整備された。ありがとうございます。